それではオーストラリアグランプリスターティンググリッド確認していきます。昨日の予選まさかのリタイアのレッドブルのペレス、そしてアルファロメオのボッタスがピットレーンスタート。18番グリッドルーキーイヤー3戦目のサージェント、そしてその隣にはジョー・ガンユー、8列目はルーキーの2人、母国凱旋ピアストリ、そしてアルファタウリのデフリース。14番グリッドにマグヌッセン、マクラーレンのノリスは13番グリッドスタート。6列目12番グリッドの角田はこの位置からポイント獲得へ、その隣にはオコンです。3戦連続10番グリッドヒルケンベルグ、2戦連続9番グリッドのガスリー、予選大健闘のアルボンは8番グリッド、今シーズン苦しむルクレール7番グリッドから順位を上げられるか。3列目好調アストンマーティンのストロールが6番グリッド、フェラーリサインツ5番グリッド、セカンドローは2人のワールドチャンピオンアロンソ、2度のワールドチャンピオンアロンソ、そして7度のワールドチャンピオンハミルトン、そしてフロントロー若き同世代の2人です、ラッセル、そしてポールポジションにはレッドブルのフェルスタッペンです。